貴族、華族を経てなお残る藤原氏の影響力。明治から昭和初期の日本に存在した貴族制度、華族をご存知でしょうか。そこで大きな影響力を持ったのが、あの藤原氏の子孫たちでした。日本国憲法の施行により廃止された華族ですが、藤原氏の子孫たちは巧みな生き残り戦略を駆使して今も健在だといいます。今回は華族、そして藤原氏の子孫たちについてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。藤原氏とは、やはり日本の貴族で有名なのは藤原氏ですね。藤原氏の起源は飛鳥時代に遡ります。藤原氏の祖、中富の鎌足。鎌足は645年の一子の変で蘇我氏を打ち果たすと、その後も共に戦った中野大江の王子に仕えました。さまざまな功績を残した鎌足は、天智天皇となった中野大江の王子から大職官、そして藤原姓を賜ります。これが藤原氏の誕生です。ただこの時の鎌足は床に伏した状態で、その翌日に逝去しています。つまり藤原の鎌足としての活動はありません。藤原氏が巨大な一族となるその基盤は、鎌足の子藤原の不人が築いたものでした。鎌足の没後に家督を継いだ不人は、大納言や右大臣を歴任し、朝廷における藤原氏の存在感を強めます。さらには文武天皇に娘の都を嫁がせることで、外戚として政治に加わる仕組みを構築。実際に聖武天皇が誕生しています。さらに次女光明氏を皇宮に預け、後々孫の聖武天皇と結婚させてもいます。これらにより朝廷における藤原氏の地位は盤石なものとなり、不人が没する頃には天皇の外戚は藤原家が独占していました。不人の功績はそれだけではありません。律令制度の確立にも尽力し、藤原氏に富が集中する仕組みも作り上げています。他にも日本書紀の編纂にも携わっています。日本書紀は藤原氏を正当化させる歴史書ともささやかれていますが、さてそのあたりはどうなんでしょうか。生き残りには藤原氏の巧みな戦略もあります。それは藤原氏の中でいくつもの藤原家を作らせたこと。それまでは各家から一人しか役職に就くことができませんでした。藤原氏がもっと大きな影響力を持つためには、家を分け多くの藤原氏の人間を役職・公卿に就かせようと考えたのです。不人の4人の兄弟はそれぞれ藤原南家、藤原北家、藤原式家、藤原京家となり、藤原氏でありながらも別の家となりました。これにより4兄弟で9つの役職のうち4つを占めたのですから、さすがですね。ただそれも長くは続きません。栄えたのは藤原北家だけで、他の3家は徐々に衰退してしまいました。その後北家の嫡流となる藤原道長、頼通の頃に藤原氏は最盛期を迎えることになります。平安時代では公家社会が形成され、貴族が栄華を極めていました。しかし平安時代末期になると、武士層が台頭して武家社会を形成し、公家社会に代わって日本を支配するようになります。こうして貴族は政治的権力や経済基盤を失い、みるみる脆弱化していきました。藤原氏はこれを境に衰退し、姿を消したと考える人も多いのではないでしょうか。
しかしそうではありません。実際には藤原北家は御設家となり、刑罰を形成し続けていったのでした。御設家と家族のその後。御設家とは、近衛家、九条家、高司家、二条家、一条家の5つで、藤原氏の子孫が摂政、関白の地位を独占するために分家し作られました。先ほどの4家と同じような発想ですね。その結果、鎌倉時代後期には摂政、関白になる家は御設家と固定され、それは近年まで続きました。室町から戦国時代にかけても貴族の置かれた状況は変わりませんでした。江戸時代になると幕府は武士を厳しく統制しましたが、同時に朝廷および貴族も統制するようになります。上流武士階級から武家貴族が誕生するなど、むしろ貴族そのものが混沌とした時代を迎えたのかもしれません。そんな江戸時代も終焉を迎えました。明治になり、明治政府が政権を取ると状況は一変します。内閣制度が制定されたことで、それまで御設家が独占していた摂政・関白の役職が廃止されることになります。そこで家族の誕生です。明治2年に版籍奉還が行われると同時に、それまでの身分制度が廃止されます。この時の貴族は公卿と諸侯、大雑把には位の高い公家と大名と考えると分かりやすいかもしれません。これらがすべて家族として統一されました。家族には公卿137家、諸侯270家、明治維新後に公家となった5家、諸侯となった15家の合計427家がなったようです。この時の家族に等級は存在しませんでしたが、本人1代のみの終身家族と子孫も家族となる永世家族の2種がありました。明治17年の家族令により5つの爵位が設けられます。位の高い順に公の公爵、次いで僧侶の公爵、以下伯爵、子爵、男爵です。御設家は最上位の公爵に振り分けられますが、そこには徳川宗家や明治維新での功労者なども含まれています。もはや御設家は超特別な存在ではなくなったのです。もちろん多くの特権はありましたが、摂政・関白の時代と比べれば雲泥の差だったでしょう。そんな中でも皇室とのつながりを保てたことは救いでした。歴代の皇后は変わらずに旧御設家から選ばれ続けていたのです。こうして旧御設家は時代に翻弄されながらも、かろうじて皇后出身の名家として存在感を示し続けることができました。しかしまたまた時代が動きます。昭和となり、第二次世界大戦で敗戦国となった日本では、新たに日本国憲法が制定され、家族が廃止されました。日本国憲法第14条では、すべての国民は法のもとに平等であり、家族その他の貴族の制度を認めないと明確に記されています。平等な社会を創生するのですから、特権を持つ家族の存在を認めることはできませんね。また皇室典範の改正も行われ、旧御設家以外からも皇后を送り出すことが認められるようになります。昭和の時代に皇室に嫁がれた美智子さまが初めての御設家以外の出身ですから、驚きですね。さて旧御設家、つまり藤原氏はこのまま衰退してしまうのでしょうか。藤原氏の巧みな処世術。
長い歴史を持つ藤原氏はそんなにやわではありません。彼らには巧みな処世術がありますから。皇室との良好な関係性を築いた藤原氏は摂政・関白を幕末まで継承し続けました。代々皇族がつく高い地位に家臣がつくのは異例中の異例、本当にすごいことなのです。またこれは憶測の域を脱しませんが、どんなに権力を手にしてもあくまでも天皇の家臣として仕えたところに藤原氏の凄さがあるように思えます。その気になれば天皇を滅ぼして自らが頂点に立つことも可能だったのでしょう。しかしそれはしませんでした。溥儀とは大宝律令の制定に関与した際に、天皇を国の象徴とすることこそが国家が成立する良策であると理解したようです。なのでどんなに権力を得ようともあくまでも朝廷に仕える身との立場を貫き通しました。天皇とそれに仕える家臣、この絶妙なパワーバランスを維持したからこそ藤原氏は栄華を極めることができたのではないでしょうか。この処世術は足利将軍や織田信長、豊臣秀吉にも見られます。どんなに強大な権力を手に入れても決して朝廷をないがしろにはしませんでした。これを踏襲しなかったのが徳川家です。300年近い江戸幕府を開いた徳川家は絶大な権力を手中に収めました。最初の頃は朝廷とも上手に向き合っていた幕府でしたが、その関係性に変化が生じます。もちろん皇族を滅ぼすようなことはありませんが、直家子衛法度や近中並びに公家諸法度を制定し、少しずつ下に見るようになります。幕府が長く続いたのだから成功では、そういう見方もありますが、ぐらつき始めた幕府は破滅の道をたどります。敵に討ち取られたというわけではなく、内部から揺らいだのです。もしも江戸幕府が藤原氏の処世術を踏襲していたら、そう思えてなりません。さて、そんな処世術のおかげでしょうか、藤原氏旧御設家は今でも健在です。近衛家、九条家、一条家、二条家、高塚家、それぞれの当主は日本赤十字社社長や平安神宮宮司、伊勢神宮大宮司などの重職についています。社会に対する大きな貢献とともに、旧御設家ここにありを示していると言えますね。もちろん皇族との関係性も今なお強いですし、さらには政界にも大きな影響力を持っています。近衛家を例にとると、近衛文麿元首相は第29代当主ですし、現在の第31代当主近衛忠輝氏は細川守弘元首相の実弟にあたります。これ以外にも歴代総理を含め十数名もの政治家が親戚関係にあたるといいます。例えば元首相の麻生太郎氏、麻生家は三笠宮智仁親王と姻戚関係にあります。実は細川家も三笠宮家と姻戚関係にありますから、この接点により両家がつながることがわかります。そして麻生太郎氏の妻は元首相の吉田茂氏の孫娘にあたります。吉田氏の兄弟の甥にあたるのが、これまた元首相の安倍晋三氏です。つまり近衛家は細川家を通じて安倍家、麻生家とも遠い親戚関係にあるといえます。参議院の前身である貴族院の流れも加われば、旧御設家と政界とのつながりの深さもお分かりいただけるでしょう。もしかするとこれは
現代社会における藤原氏の巧みな処世術なのかもしれませんね。中富の鎌足りから始まった藤原氏は、現在に至るまで千数百年という長い歴史を連綿とつないできました。そこには栄華からの衰退など様々な波乱万丈もありましたが、常に皇室とのつながりを大事にして藤原氏の血脈を守り抜いています。そして今は政界とのつながりも、時代時代における見事な処世術、これこそが藤原氏繁栄の秘訣なのではないでしょうか。もちろんそこには時代時代の当主の頑張りがあったことも忘れてはなりません。家名は変われども藤原氏、そのブランドは決して伊達ではないようです。皆さんは藤原氏の処世術についてどのように思われましたか？ご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。またこの動画が役に立ったと思われたらチャンネル登録をお願いします。